行きましょう。久しぶりのゴーストワイヤー東京。いろいろ思い出すところからやっていきますか。すっかりね、忘れてる。とりあえず、妹を助けに行ってた気がする。気はする。よし、オッケー。で、なんか、わりかしいろんな鳥居をバババババッと開けたので、エリアが広がったのかな？多分ね。そんな気はするが、どうでしょう。参りましょう。なかなかローディングしないね。そういう時はね、世界観が好き。面白い。で、ここどこ？シャワーあった。スキルポイントが触れます。やるべきことは、わりかしでもこっちは行ったのか。ウィーンミッションの痛み。はあ。ああ、ハニヤ。ハニヤのとこ行かなきゃダメか。あ、もうハニヤのとこ行くぐらいしかないのか。あらら。あ、この範囲幽霊はちょっとまだ。この範囲も幽霊はちょっとまだ。この範囲に幽霊が残ってます。幽霊 100% にしたいなとか、買い物全部したいなとか思ってた気がする。なんでここだけ開いてんだろう。もうメインミッションのとこ行くしかないのか。メインミッションのとこも開通ですかね。どうやってやんだっけな。やばい、なんかすげえ高いとこいんな。あ、間違えた。なんだっけ。あ、操作方法忘れてるわ。Q が確かパンチなんだよ、これ。で、よ、それで、やばい。めちゃめちゃ早い。よいしょ。火の、あれが欲しいね。なんだっけ、これか。あ、これだ。え、ちょ、どこ行った。これどこ行った。なんか鳴ってる。耳もらってこう。やだった。この範囲がね、もうちょっとなんだよね。この範囲の幽霊転送率か。キヤコ、座敷路はもういいので。なんだあれ。わあ、あっちだ。あっちの上になんか人いそうだな。ちょ、久々なんで一回戦いたいな。あ、そこの上とかにいるな。うつーん、うつんよ。久しぶりのゴーストワイをやってるのだが、操作方法をすっかり忘れている私だよ。だってこれ上登るんだっけ。すっかり忘れたよ。だが、ワンコよ。どうやってやるんだっけな。え？お化け出るやつ。お化けを捕まえるやつよ。道は開いた。あ、で、あ、違う。あ、違う。これだ。うわ、危ねえ。女子が強いやつよ。女子が強い。女子が強いやつよ。良き始まりへと続く黎明なのだ。やばい、いっぱいいる。お疲れのサラリーマンを癒すゲーム。はい。いやー、癒しですね。
構いるんだよな。上だ。上になんかいるんだよ。やっぱ上だな。まだ上だ。どうした？上にいるのよなぁ。そっかそっか。よう、そしてよう。その辺だ。この建物どうやって入んだろう。あ、これよ、これ。どこにあるの？中だよね。どうやって中入るんだかな。ここから入りたいの。こんなかな。ここから入ったりするの。スススススなさそうなんだよな。全然なんかドアも閉まってる感じなの。あとで来れるようになるのかな。とりあえずお金はいただいてる。下から入れるとこなのかな。この入り方がわからんな。よっ。まにはストーリー進めるか。とりあえず疲れてるサラリーマンを癒してから疲れでしたね。どこ行くんだろうな。あそこもなんか一回登ってみるか。これ違う。じゃない、虫じゃないだ。これをポイーンってうわぁ、足んないでやんの。マジかぁ、もう一回。あ、無理。ちゃうな。頑張れ。あ、あどこだ？あ、幽霊はいる。あ、でも霧もある。足腰強いよ。このね、あの、取り憑かれてるおかげで足腰が強いらしい。取り憑かれてない状態だと足腰弱いらしい。結構、あれよ。薄情なやつよ。入れないんだよな、本当って。あー、もう放送が始まっちゃうな。たまにはストーリー進めてみようか。まだエリアありそうですし。とね、ここなんですよ。なので最寄り駅まで飛びまして最寄り駅まで飛びまして行ってみよう。全然感度になれない。早すぎる。よし、開いたな。なんかいっぱいなるな。あ、おさい銭か。で、ここをマークして、ちゃうね。あ、スキル。スキル育てるか。スキル育てるか。
もう結構育ってんだよね。おにぎり持てるとか、お札持てるとか。なんだっけ、何かで迷ってた気がするな。あ、共鳴時間にするか、グライド伸ばすか。そうだ。ダウンコは引き抜き2倍。ダウンコは、近接コは引き抜き。まあ、とりあえずいっか。よし、OK。あれ体力なくない？ちょっと。シャワー。そうでもないや。これは経験値のあれだった。よし、よし。あれ？でもあの辺に幽霊いそうだな。いるのか？あ、ダメ。キリ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 。無理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 。じゃああっちの方だな。こんな山の中登っていくのこれ。マジか。動きはいなさそうだけど。なんだこれ。猫がいるな。気持ちを聞こう。エリカちゃん来ちゃダメだって。そうなの。エリカちゃん誰だっけ。エリカちゃんか。エリカちゃん違うわ、俺だ。エリカちゃん誰だっけな。いや、エリカちゃん、エリカちゃん強めの女子だったかな。間違えたわ。リガちゃん強めの女子だったかな。なんか札がある。あ、やべ、行っちゃった。あ、なんかいいの。これは何が。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。やっぱりいい声だな、ヤンコ先生は。霧ヶ丘金属市、この先立ち入るべからず、命の保証はない。確かになさそう。なさそうなんで後にしまーす。ここか。ここだな。ここから行けそうだ。行ける。なんかちゃんと書いてあるぞ。神社行ける。パワー系違くない。そういうんじゃなくない。そういう感じでいい。なんかもうちょっとこう自動的になんかパワーで開くみたいな、こういうあれじゃなくて。あいつはマリに何をするつもりなんだ。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。使うことだけ考えろ。妹よ、妹よ、元気かね妹よ。あ、ロード入りました。妹よ。妹じゃないわ。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ。ケイケ、待って。マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。なんと。
君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。意外と礼儀正しい。何を言っている。マリオ返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらって。ファンキーな。なんだと。アームカバーつけてるよね。おしゃれ。戦う。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。いいよ君で。こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。もう5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。嫁さん大好きっ子じゃん。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。まさか娘。え、娘か。あ、娘か。まさか。ケケ、どうした。誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。妻、娘、帰ってきてくれてんの。魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。歪みっぷりだな。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。やります。おお、どこだここは。あ、なんか巨大化してる。あー、猫。違う、全然違う。うわー、マジ。え、ちょっと待って、怖わ。ちょっと待って、そんな人連れてかないで。やばい。アキト、今のお前ではまともに戦えない。本当だよ。こいつの近くに回って様子を伺え。どこだよ近くって。あー、取られちゃったよ。もう何もできない、ただの人なんだからさ。あ、これか。どこにいると思う。なんかゲームアプリ好評配信中、学業成就おまもり。お守りって書いてあるんだけど。ケイケ、無事か。元気。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。ワイベイ、気づかれないように背後に回ってみる。割れてない。あなたの気持ちも分かる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたかった。マジでやめときな。お母さん、お父さん、みんな私を守ろうとしてくれる。めっちゃそこにいるんだけど。守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。めっちゃ見てるんだけど、こっち。よいしょ。どうしよう。これか。いいよ。どれよ。
仕留めに使えそうだ。狙われているぞ、逃げろ。逃げろ、バカバカバカ。背後を取るんだ。一手一手ちょっと立てない。背後に回れ。正面からは無理だ。そう、そう、正面からとかそういう問題じゃない。逃げろじゃない、逃げないのよ。力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。無力。分かってない、分かってない。無力、この人無力。もう頼むよ、一緒に来てよ。こいつから離れろ。いやだ、一緒に行け。目あったら来るやん。今のお前ではまともに戦えない。こいつの近くに回って様子を伺え。超来てる、超来てる、超来てる。やり過ごせると思う人、そんなにアホではないと思うんだけど、アホであることを信じたい。ぐるぐる回れんのこれ、もしかして。あ、総理大臣出世居酒屋、総理大臣が。なんだここ入れんのこれ。入れる、入れる。ああ、なるほど。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった、気づかれないように背後に回ってみる。道路を直しています。あった、こうじゃない。あ、ポインも使えないなんて。ケケ、無事か。こいつは尻尾が力の源だ。分かってるよ。引き抜くんだ。分かった、気づかれないように背後に回ってみる。気づかれたんすけど。あなたの気持ちも分かる。気づかれたんすけど。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。おお、シニーキングミッション始まっちゃったのよ。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった、気づかれないように背後に回ってみる。今背後に回ったじゃん。背後に回れ。正面からは無理だ。痛い。やだ、もう。うわ、うわ、ちょっと待って、何それ。聞いてない。それは聞いてない。死ぬ。それは聞いてないですよ。あいつの足を止める方法を考えないと。後ろを取ったか。やれ。ここがあいつの弱点だった。
また拾ってきたの？仕方ない、もうこの子が最後よ、うん、名前考えなきゃね。そうだね、私もただ飼われていただけ、猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？うん、言えない、言えるわけがない。私は私はただの飼い猫。これは足止めに使えそうだ。え、何がこれ？俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった、気づかれないように背後に回ってみる。無料自転車空気入れ、よしと自転車。じっくり行こう。3回ぐらいで倒せるかな、尻尾3本だったし。急ぎグッズかな。これか。まともにやり合うのは無理だ。隠れて機会を伺おう。そうなんだよ。バッシャーンやめさせてもらって。いそう。ああ、無理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 。ちょっと無理ですこれ。ああ、札とかあったな。すごいやん。そういうのでやるってことか。後ろを取ったか。やれ。続けるしかない。はいどうも。はいどうも。守られるだけの生き方は。よし。私の存在を耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られる。出るタイミング大事な。守られている。私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない、生きていない。大丈夫、生きてる生きてる。元気元気。ここにいれば安全だ。違うのよ、私だって生きていたい。安全なとこで生きていこう、それがいいと思いますよ。平和だ、平和なゲームだな。今だ。よし。救急。帰ってきて。助かったぜ。早く帰ってきて。ナイス。もう早く帰ってきてこの人。お父さん娘全シカトです。なんだ、おお、お父さん強っ。わー、うわ、なんかでかい。え、でかい、超でかい。でっかい人来ちゃったな。
わあ、でっかい。どうなる電線。誰？あと少しのところで、また。ケケ、あいつを追わないと。娘よ、一緒に行く娘よ。この子、まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。娘よ。あ、なんか出た。娘からなんか出た。こんなことが許されるはずない。しれっとしまったんだけど。しれっとしまうやん君。娘が。はあ、じゃあ次は嫁と戦う感じかな。ミッションコンプリートしました。いつんな、ちっちゃおシャンティだな。外国語バージョンも漢字で書かれてんのかな。舞台が日本だから。うわー、東京タワーか。東京タワーと渋谷って近いんだっけ。東京タワーが。うわー、あたいらの平和な街が大変なことに。なんて光景だ。なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。行く？電話だよ。やっぱ電話かかってきてる。怖い。電話の音が聞こえないか。聞こえる。ん？下か？どこだ？電話だ。儀式は進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かる。また鳥居探しからですか。先に進んでくれ、はい、それとケーケ、エリカのことありがとう。インヌ、インヌが気にするな。汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。急なやる気が、通りだ。急なやる気が出た。これからだ。なるほど。ああ、ありがとう。さらなる隠された鳥居の出現。入手した化け猫の木札の力によって今まで隠されていた鳥居が出現した。町のさまざまな場所にある鳥居を見つけて浄化すれば新しい地域が出現する。はい、よいしょ。よし、インヌよ。いいぜ、相棒。どうしたインヌよ。どうしたインヌ。はい、あげる。インヌ。やっぱ猫もいるな。うまい、うまい。あれかな、弁当の人かな。どうも。あそ
こに何かあるの？なんだあれ？ちょっと待って、なんか知らないマーク出てきたわ。サイドミッションだ。サイドミッションだ。あ、サイドミッションだ。あー、なんかすごいいっぱい出てきた。あー、ちょっと待って、神社がものすごい数である。うわー。全然仕事が多い。めっちゃ仕事仕事が増えた。とりあえず近場から行くか。ここか。アイコンの切り替え。恐るべき子供に会いに行くか。よし。い。お前がいて助かったよ。何が？お前みたいに素直な奴は仲間の中にはいなかったからな。言いたいことはなんとなくわかるよ。お、インヌか。猫がいいな。箱公園ではないですか。おい、もしかしてあんた KK か？僕は KK じゃないけど KK は俺だよ。俺のことを知ってるみたいだが、お前に会った覚えはないぞ。いや、俺の息子からあんたのことを聞いたんだよ。息子は中学校で仲間を集めて東京の怪異を研究する部活動をしていたんだ。あんたのことはまるでヒーローみたいに話していたよ。部活にしては随分珍しいことをしていたんだね。俺もただの遊びだと思っていたんだが、息子と部活の仲間たちが集団で失踪してしまったんだ。突然の出来事で何が起こったかわからないんだよ。調べているうちに何かに巻き込まれたか。なあ、あんたは KK なんだろ。息子たちを助けてほしいんだ。 KK なら何とかできるだろ何でも解決してきてるんだろ。すごいな。何でもじゃねえよ。それに今の俺の状態を見ろよ。無理に決まってるだろKK、 この人の息子さんがいなくなってるんだよ。ったく、仕方ねえな。確か使われていない教室の物質として使っていたはずだ。学校行くのか、これもしかして。学校か。で、そうだな、学校は、学校どこにあんの。うわ、学校こっちじゃん。学校遠いんですけど。ちょっと学校遠いんですけど、近場までワープしよう。めんどくさいから近場までワープしよう。でも学校遠くない？結構、あ、通学距離長いタイプの子だよ、これは。まず1回戦ここに行って、で、こっちね。よし。大仕事になっちゃったな。どこだ？どこだ？マークはこっちか。あっちだ。上だな、これ。あれか。うわ、めんどくさー。2000円。よいしょ。1000円でなんとか。ああ、もう少し向こうから乗るか。よいしょ、よいしょ。え、ちょっと待って、なんか、うわー、なんか、うそー、そう、ちょっと、長押し、あれ、なんか食べて。
食べようか。食べて。なんてこと、食べて。あ、もう食べ。食べよう。マクロタ死ぬ。そう。あいつ誰よ。ちょっと待ってね。ちょっと一回落ち着かして、一回落ち着くわ。一回落ち着きがあってらちょっと食べ物を食べて。危な。なんだあいつ。よし、何だったんだ。赤マントかな。愛人赤マントかな。うわ、学校だ。学校のチャイム。あんなところに学校なんてあったのか。学校か。うわ、幽霊もいっぱいいる。あ、学生もいっぱいいるよ。困ったな。めっちゃ学生おるわ。そりゃそうだよ、学校ですもの。とりあえずあそこの上の幽霊なんとかするか。うわー、やべー、落ちた。やべー、女子が多い。女子はまずいですって。女子はね、まずいんですよ。女子はちょっとね、強いんでね。よいしょ。どうだよ、夢だよ。夢だから早く帰ろうね。あ、お化けある。あ、全然見てなかった。このぐらいでいいか。お化けあった。お化けがいい。お化け欲しい。これお化けじゃない。あ、これもらえるし。これ違うわ。あれ、うつっ、これか。誰が書いたんだろう。なんか人いっぱいいるな。メイル遅いな。よ、そっか、この頃はあれだもんね。あ、でも結構最近なのか。結構最近だとしたらあれよ、でもスマホとかなのかな。なんか声するなぁ、めっちゃ声するなぁ。はい、来ましたよ。いいねー、幽霊集めが順調です。どこ行くつもりだったんだっけか。あっちか。あ、そうだ、ここに登りはぐったんだ。音するな。
やべえ、あれはやばい、あれはめんどくさい、あいつはめんどくさいやつだ、怖いんだよ。よっ、ナイス。うわ、一旦もメモる。マジか。あ、でもその辺にもいたな。ダイビングの世界新記録よ。何話？ここは無理そうだな。うわ、なんか はしゃいでる子がいるな、あそこに。はしゃいでんな。うわ、はしゃいでる子多いな。困ったな、みんなはしゃいでんな。あと肩凝った。このゲーム肩凝る。なんで？とりあえず学校行きますか。幽霊集めますか。とりあえず学校行きますか、サクッと。うわー、めんどくさ、学生多いわー、学生多い、めんどくさいわー。なんか入れんのかな。あのドアから入れん。さすがに鍵がかかっているか。うわあ。開いてるところを探そうぜ。やばい、探索ゲーだ。裏の校庭の方に行ってみよう。探索ゲーが始まる。あ、あ、あ。なんかワンコが。ああ、さっきの犬の首輪。え、それどころじゃねえぞ。ひどい校庭だ。大バトルかな。大バトル、大バトル感が。うわー、うわー、なんだこれ。ずいぶんでかい汚れだな。汚れをなんとかしよう。どこかにコアがあるはずだ。あった。どこどこどこ、え、どこどこどこ。邪魔な奴らだな、片付けろ。遅いんだよな、やっぱ。の引き抜き速度が遅い。女子が速い。うわ、やべ、 あれいるじゃん。いて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 よ。どこにいた。どこどこどこ。ちょ、岩の下入んないで。あ、
やっぱこれか。やばい、めちゃめちゃ肩に近いんだよな。これ回復してもう一回溜めて、よし、この二人毎回セットで出てくるな。校内にもうようよいそうだ。やだな、学校に学生がいるのは普通だぜ。困ったな。え、で、あった。お、校庭きれいになった。ちょっとなんか食べよ。なんか。ちゃうわ。ああ。いちご大福にしよう。いちご大福食べよ。いちご大福食べよ。24だから、ありかしあるかな。炎だけあれば美味しかったけど。まあいいや。はい。今日はやめとこうか。今日は軽めだから。今日はちょっと出れなくなりますとかいう初めての警告出たわ。怖いわ。学校怖いわ。今までそんなん出なかったじゃん。ちょっと軽めに幽霊集めてくるじゃん。今までそんなん出たことなかったじゃん。マジで。揺れ集めするわ。その辺の学生でも倒してさ。マジか。うわ、外した。外したわ。よいしょ。まだいるわー。女子おるわー。何これ、なんか始まった。始まった感ある。ん、何が始まってない。武器。よし。揺れ集めにしよう、今日は軽めに。軽めで揺れ集めってなんだろうな。よしよりもっと強く言葉が出てこない。今日はサクッと、サクッと除霊して、サクッと。操作感を取り戻そうと思います。はいはい、ただいま。上にはいなさそう。あっちにいるのか。いけ。えい。えい。あ、上がれないですね。うわ、そこ霧だよ。こっちは霧じゃないの。うわ、微妙に霧だな。微妙に霧だな、そっちまだ。この辺にしますか。お、はい。あっち行ってよ。ダメでーす。なんかお地蔵さん的な音かな。もういない？
辺にいるの。はいはい。どう？いたいた。ギリギリだな。際の際だな。ちゃん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 。はい。3日でやりなんて無理な話だ。大丈夫です。これから時間たっぷりあるんでね、ゆっくりやってください。締め切りとかない世界に行くんで。急なジャズ。裏側はどう？うわぁ、カラスいそう。どっちなんかあるの？どっちに向かって進んでんだこれ。出る方へ向かって進んでんのね。一旦もんめとか小玉とかおる。傘もおる。盛りだくさんだね。マジか。この辺に幽霊いない？はあ、来た、来ちゃった。振動やチャンスが。マジか。今日一番のお仕事です、これは。しんどんやチャンスが来ちゃいました。無理、ダウンとか無理。もうない。あ、ちょっと危ないです。何あの、ちょっとこれは初めてですね。誰ですかね。うわうわ、
い、ちょっとちょっと待って、連れてかれた。範囲魔法っていうか、あいつが、あ、また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 、ちょ、ちょ、一回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 食べ食べ食べ、一回一回一回食べよう、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 ちょ待って、ちょっと飯飯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 飯ちょ、メシ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 、なんとかなってない、なんとかなってない。一回、一回ご飯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 。ご飯、一回ご飯。今ので最後みたいだな。へえ。あいつ連れてかれたんだが。先を急がないと。ちょ、やめて、勝手に連れてくのやめて。終わり。いい。よし。ちょ待って。ここにサラリーマンがいるけど、一回安全なところに入って。へぇー、何だったんだ今の。新しいお化け二つぐらい見たんだけど。新しいお化けを。どれでしたっけ。あ。ピンクモリンコ。人気女だったか。なんか、嫁入りみたいな感じだったよね。どれだ。ちゃうわ。お化け一覧はどれだね。これじゃないよね。エリカはあれでしょ。あれ、エリカちゃんかわいい。エリカちゃんなんかずいぶん奇抜なやつになった。これだ。民水気同時、眠らず働き続けた狂気が生んだまれびと、疲れを覚えず熱心に聖者を追い詰める。怪奇同時、男子生徒の、男子学生の熱狂的な好奇心が生んだまれびと、あらゆるものを奪い取ろうと攻めてくる。神姫。あれ、これは、あー、これ空にいたやつだ。家族や友達から切り離された孤独から生まれたまれびと、空中で妹を待ち構える。違う、さっきの、これか？あ、違うわ。烈光器。醜い素顔を隠すマスクを金繰りしてた口裂け、その追跡にはみじんの緩みもなく執念深く獲物を追う。怖いわ。これだ。白むく、強い恨み妬みによって生まれたまれびと、大きな呪いの力を持つ、日本古来の花嫁衣装のようなものをまとっている。雪女じゃなかった、普通の人だったわ。でも雪女怖いな。あれのさらにパワーアップバージョンが雪女なのではないでしょうか。なんか知らないやついっぱいあってんな。黒土姫、他人の欲望をもてあそぶ喜びから生まれたまれびと、地面の下に潜み聖者の命を狙う。水鏡、他人に見られることの恐ろしさに心を乱す者が生み出したまれびと、その姿を見ることは難しく、気づいた時にはすでに遅い。時すでに遅しみたいになってる。猫たら、違う、病たら、動物の地場くらい集め、コウモテの肉体を元にして魔獣へと変貌させた大型のまれびと。小股じゃなかったのか。ろくろ首、首が伸びる人型の妖怪。名前のろくろについては諸説あり、伸びた首が井戸のろくろのようだからという説が有力。首が伸びるタイプの他に首が分離して飛行するタイプもいるようだ。大抵は夜になると人を脅かしたり、アンドンの油を舐めたりといったたわいもない悪さをする。本人の意図とは関係なく、夜になると首が伸びてしまうケースも多い。しかし山奥に住み、旅人を夜に襲う凶暴なものが出現したという報告もある。こだまかわいいね。勝手に伸びちゃうパターンあるんだな、かわいそうだなそれは。
だいぶいろいろあったな。なんか働き続けるやつ面白かったな。これだ。眠らずに働き続け。どう見てもコンビニ店員みたいな格好してるんやな。塩せんべい、トイレットペーパー、トイレをで汚れを落とすのに使う紙。十分にあるときは何とも思わないが、いざなくなると慌てるタイプの日常品。うまいよな、作り方がな。ピンポイントがすごいことになってんな、なんか。アピールがすごい。ガラス戸の鍵、2階のガラス戸用の鍵。公衆電話で使用するプリペイドカード、スマートフォンなどの普及により使われることが少なくなった。消失した人間が持っていたと思われる。こちらは見つめる愛らしいスコティッシュフォールドの写真が使われている。霧ヶ丘団地シート302号室の鍵、渋谷のコインロッカーに入っていたリンコとエリカが使っていた。スコティッシュ。意味がね、シューンってなってるね。かわいいよね。なんか耳がさ、シューンってなってるから、全体的に丸っこいよね。丸っこいのかな、もともと全体的に。丸っこい。スコティッシュ。あれ、なんか今、見えない鳥居の可視化。さらなる隠された鳥居だ。これか。あとは、あ、これか。これ困るよね。遠い場合には引き合わせる。ああ、そういうことか。あいついなくなると困るんですけど。いついなくなると攻撃できない。まあいいや。よし。で、どこまで来ちゃったんだ、これ。この範囲か。わあ、転送率少な。一旦もんめ、傘、小玉。あ、でもここはそんなないね。もう 78% まで来てる。500% です。ここもう出ないっす。小玉行くか。小玉が一旦もんめか。でもこの辺幽霊全然よな。こっちに、あ、中にいるのか。中だな。絶対学校の中だな。学校お仕事になりそうだな。ここはお仕事じゃない。もっとちっちゃめの仕事からやっとけばよかった。もう牛の国参りとかでよかった。全然。なんて読むんだろう。かま。ネズミのような、なんだろうね。終わりのその先で、カメラフィルター。100% にしたいな、転送率。全部 100% にして、この辺のものも本当は全部集めたいんだけど、感染大変そうだな。コンプリート壁があると、こういう系のゲームやっぱできないよ。こだまに会いに行くか。締めこだまにするか。平和そうだしな。こだまに。こだまよ。おいー。なんか後ろに揺れいるパターン出たけど、こだまに会いに行くか。なんかあそこ光ってない？お、ここにもいる。やった。子供探しに行こう。いいね。子供よ。幽霊もいるし、いいね。ついでに幽霊もおるやん。なぜこんなところで幽霊に。よっ。小玉よ。小玉。
助けなきゃ。多いな。うわあ、ちょっとなんか、うわ、いった。これで小玉を狙うやつはいなくなったな。よかった。大丈夫？いいね、小玉。俺たちが預かっておいてやろうぜ。いいね、小玉。ちょっと足が生々しいんだけどね。気持ち生々しいんだけどね。なんか音するな。地蔵か。あ、地蔵ですね。お、久しぶりにお地蔵。お地蔵さん。この力、大事に使います。どうも、ゴチです。来ました、来ました。お待たせしました。遅くなっちゃってすいませんね。なんでこの古びた門が見える。やばい。ん？なんだ？すげえ音がする。なんだこれ、音が鳴るんだ。謎の石を。やばい、なんか曲が始まっちゃった。え、何、曲が始まっちゃった。来い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 。幽霊を探しているだけなんです。どこだ。ウィーン。うわー、曲が鳴る。あれ、さっきこの辺に動くいなかったっけ。違うか、あっちか。やべ、森の中迷うな。迷うね。岩があって、この下ぐらいなんか、あれ、軽めに見えた気がしたんだ。あ、いた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 。入信なむのよ。はい、あの人に会いたい。決まりますよ。音楽が。よし、こんなもんかな。小玉も手に入れたことですし。これはどこの管轄なんだ？こっちの管轄なのか。72.58%。マガトモ1。マガトモ、ああ、マガトモここで2だ。OK。マガトモ 6?6?6 も使うのか？資料 5？ すごいな。え、マガタモ6で資料5も手に入んの。じゃあもうそろそろあれかな、上げていいかな。近接コア、近接コア今使ったな。もうちょっと引き抜き早くなるといいよな。ロック攻撃、これよくわかんない。ジャストガードカウンター。そもそもジャストガードがよくわかってない。あ、これマガタマにも使うんだ。私もね、使ってない。使い方分かってない。
基本的に使い方よく分かってない。森の中で行くと大変なので、とりあえず学校の近くまでワープをして、よいしょ。今日はこんなところで。よし。あれ？そういえばなんかあるな。あ、札あったわ。無類の札付き、お札付きをコンプリートしました。投げた地点にエーテルが泉を発生させる。泉の中にいるとエーテルを吸収できる。便利。エーテルが湧くってことは回復するんだ。それは便利ですね。ああ、まだちょっといたな。あ、結構微妙なとこにいたけど。とりあえずここでセーブしよう。セーブ。おお、済みましたね。決定。もう26時間もやってるもの。というわけで、この辺で、本日はこの辺で、久々なので、画面の感度に全く慣れず、お疲れ山。またちびちびやっていきましょう。お疲れ山でした。